参りましょう。あ、すいません、うざって。そうですね、ゴールデンウィークにももう入って、皆様いかがお過ごしでしょうかということで、昨日ブラックラムズとブラックラムズとベルブリッツの試合をちょっと分析とかしてみましたが、なんと今週はですね、土曜日曜日に5試合やるということで、どれもこれももう残り2試合ということで、楽しみですが、それぞれ昨日のブラックラムズとベルブリッツの解説の最後みたいに、フォワードバックスそれぞれ三浦が気になってる、注目選手ということをお届けして、試合をざっくり考察していければなと思います。それでは、5試合なんで参ります。まずはスピアーズ VS シャイニングアークスですね。アークスはやっぱ抜けたいですよね、入れ替え戦から、で、久保田スピアーズはちょっとその順位、スピアーズとワイルドナイツの順位って結構あれか、差あんのかな、ちょっとすいません、すぐ確認できてないんですけれども、まあ、はっきり言ってここ最近良くないですよね、久保田スピアーズ。ぶっちゃけこのままだとプレーオフでちょっとボロ負けしそうな感じがするので、まあ、早くテンションっていうか、ちょっともう復活してもらいたいなと。いや、勝ってたりするんですけど、久保田をずっと見てる人からすると、まあ、はっきり言って今よろしく、あんまチーム状態は良くないんじゃないかなっていう感じはします。なので、そのちょっといまいちな東京ベイと、ぜひ勝利が欲しいシャイニングアークス東京ベイということで、東京ベイ対決ということで、気になる選手を見ていきましょう。スピアーズはヘルエベが久しぶりに復帰ですね。これはもう、もちろんブルブリングとかボタとかいるんですけれども、やっぱりヘルエベがいた方がより優勝には近づくと思うんで、ちょっと久しぶりの試合どうなのかっていうパフォーマンスちょっとチェックしたいなと思います。バックスはつい原とわが前回リザーブだったんですけど、今回もうスタメンですね。アウトサイドセンターということで、めちゃめちゃ楽しみにしております。いや、もう説明不要だと思いますが、去年の学生ナンバーワンプレイヤーと大学ナンバーワンプレイヤー原とわということで楽しみにしましょう。アークスはですね、今もう竹内くん絶好調ですね。もちろん、チームの状況とかあると思うんですけれども、個人的には、日本代表とかを目指してアピールしてもらいたいなと思います。プロップ、もう絶好調です。あと、まあ、元気ですしね。チームのやっぱり、本当にカンフル剤になってるんで、竹内くんは要チェックかなと。皆さん覚えておいてくださいということですね。どうしてかちょっとわかんないんですけど、フォラウがリザーブなんで、スタメンからは見れないんですけれども、まあ、インパクトプレイヤーで入ってきたら相当何かしてくれると思うんで、後半、できれば早いタイミングでフォラウが出てきてもらいたいなと思います。まあ、どういう事情でリザーブなのかはちょっと僕はわかんないんですけど、今年のアークスに関してちょっとフォラウ、抜きではちょっと考えられないんで、ぜひぜひということでございます。楽しみですね、東京ベイブイズシャイニングアークス東京ベイと、本当に久保田調子悪いんだよな、なんでだ、なんなんだろうな、ちょっと、そっか昨日ラグビーコミュニティの飲み会で言ってたのはマルコン・マークスがいないからかと、まあそれも分からなくもないですね。まあとりあえず楽しみにしたいと思います。で、続きましてグリーンロケット VSワイドナイスということで、グリーンロケッツはレメキが出てないですね。なんかあったのかななんて思うんですが、グリーンロケッツで気になる選手は、この前も良かったですね。佐藤陽くんですよね。復活、慶応出身ということもあって、ついちょっと応援しちゃうんですけれども、ちょっと元気がないグリーンロケッツで、彼みたいな、なんかたまに出てくる人が、活躍すると、チームは盛り上がると思うんで、ぜひ佐藤くん頑張ってくださいということで。で、バックスで気になったのは、そうですね、フレッチャー・スミスあげましたね。いろいろスタンドオフなかなか固まらない中、やっぱフレッチャー・スミスが、ここ2節復帰してから明らかにバックス良くなってるんで、まあ、ちょっとそこはこのまま引き続きチェックしていこうかなと思います。で、田中文さんがちゃんとリードしてますからね。まあ、ちょっと埼玉ワイルドナイツめちゃめちゃ強いんですけど、若干メンバーを落としてるところもあるんで、まあ、そこをうまくつけ入りたいですけどね。でもメンバー下がってても、
少し落としてるとはいえもう全然強いですけどね。でワイルドナイツはフォワードもういつまでやってくれるか分かんないんで、ヒーナン・ダニエルと、もう本当に日本ラグビー界でも相当貢献してくれたこのヒーナン・ダニエルっていうか、もうね、しかもなんかロックとして尊敬する選手として名前がよく上がるんでね、もう分かんないですけど、あと何年もしてくれるかどうか分からないんで、一試合一試合ちょっと目焼き付けていこうかなと思います。久しぶりの出場です、楽しみです。ロックですね。でバックスはすいません、リザーブなんですけど、やっぱ丹治君ですね。あの慶応の山田明人選手、広瀬選手、栗原選手と同じぐらい定期的に現れた素晴らしいバックスの決定力のあるプレイヤーですが、まあワイドナイツに入ったということで、なかなか一本目の試合には出れてないので、まあちょっとこのリザーブに入ったのは相当嬉しいんで、後半丹治君のプレー久しぶりに見たいなと思います。楽しみです。すいません、ちょっと両サイド KO 推しですが、お許しください。続きまして、レッドハリケーンズ VS ブルーレブスということでレッドハリケーンズいいっすよね今ね。ですいません、ちょっとメンバーあれですけど、高野選手をフルバックに持ってきましたね。だからスタンドオフは川向こう君戻ってきたんですけれども、やっぱ好調だということで外さなかったですね。うん、いや素晴らしい判断だと思います。多分チームも高野選手調子いいっていうのは多分分かってると思うんで、楽しみですということと、ブルーレブズはね、もう後で説明しますが、やっぱりみんないいんですよね。やっぱクワッカスミスに目行きがちですけど、みんないいんですよね。まずは、そうですね。ナエト選手が毎回スタメンで出てこないんですよね。どういう事情なのかな、わかんないですけど、まあ、久しぶりのスタメンなんで、80分間できればフルで見たいなと思います。あと、吉澤選手が戻ってきて、やっぱいいっすよね。今年のレッドハリケーンズを語る上では、まあ中間の試合3試合ぐらい抜けましたけど、やっぱ吉田選手が一番目立ったかなっていう感じがするので、吉田選手は引き続き応援していきたいなと思います。でブルーレブズはちょっと渋い2人を一気に、川田選手と小林選手ということで、ちょっと渋い選定になってますが、いいんですよね、ほんとスクラムからもうフィールドプレーから、もうなんか記事特集されてたな。川田選手1番ということで、皆さんもできれば覚えてほしいなと思います。もう愚直で、ちゃんと縁の下の力持ち的な仕事をずっとやってくれるんで。で、小林選手がですね、2節前ぐらいから復帰したんですけれども、ブルーレブズファンから、皆さん小林選手要チェックしておいてくださいみたいなことは言われててですね、特にディフェンスですね。鹿尾カンタ選手じゃなく、やっぱ小林選手が出てる理由っていうのは、意味っていうのがなんとなくわかると思うんで、小林選手のディフェンスをチェックしてみてください。ブルーレブズね、ちょっとエンジンかかるの遅かったよな。最後の方、ここ最近いいんですけど、やっぱ最初の方ね、もったいないななんて思いますが、まあでも引き続き応援していこうと思います。で最後か、あじゃなくて、ここの2試合がごついっすねスティーラーズとキャノイーグルスで、2日前に上げさせた動画で言うと、ちょっとこれイーグルス落とせないんですけど、個人的にはちょっとスティーラーズ可能性あるんじゃないかなと思ってるんで、盤石の体勢でイーグルスはちょっと行ってもらいたいなと。これ負けたら、イーグルス負けたら、ちょっと、プレイオフの残り1枠がちょっとざわつくんで。でも、まずは明日ですけどね。で、スティーラーズは、あたあたが今回も、ナンバー8ということで、まあ、前回全然問題なく、ナンバー8のポジションって不思議ですよね。ただ、スクラムのボールコントロールだけは、ちょっと特別なあれなんで、ただ自分がやってた時ってやっぱナンバー8って比較的自由が効くポジションだったんで、バックスの強いプレイヤーをこうやって持ってくるっていうのは、まあ一つ面白い試みだななんて思いますが、まあ、あたあたはもう、どこやっても、やっぱゲインしてくれるんで、神戸で一番やっぱりラインブレイク、ウィングよりもナンバー8の方がボール持つ回数多いのか。まあそういうことも考えて、引き続き要チェックしていきたいと思います。で、バックスももちろん全員素晴らしいんですが、ちょっとベン・スミス元気ねえなって思いますね。まあいろんな事情があって、入団が遅れたっていうのもあるんですけど、チームに合流したのが遅れたっていうのもあるんですけど、やっぱり彼も爆発してもらわないと、神戸はやっぱり、
まだまだやっぱポテンシャルを秘めて終わっちゃうっていうことだと思うんで、ベン・スミスはちょっと、まあ、リザーブなんですけど、入ってきたら爆発してもらいたいなと思います。でイーグルスはちょっとリザーブなんですけど、ハラシですね。ハラシ選手、やっぱ入社あれ1年目かなんですけども、本当日大時代からもう半端なかったのはもちろん知ってますが、後半から出てきてインパクトプレイヤーとして今イーグルスの新しいなんか力になってるんで、これで話しい選手がもうちょっと機能すれば、さらにイーグルスはレベルアップするんじゃないかなっていう気がするので、ちょっと要チェックしたいなと思います。でバックスは久しぶりの新井選手がスタメンということで、山坂選手に代わって新井選手ということで、もう期待してる人多いと思うんで、まあこういう数少ないチャンスをですね、アピールして見てもらいたいなと思います。うん、新井選手と山坂選手のプレー、ゲームメイキングがどう違うかっていうのもちょっと楽しみかななんて思ってます。楽しみです。いやこれやばいね、この試合は。まあイーグルスは絶対落とせないですけどね。スティーラーズもでもうかうか簡単に負けるようなチームじゃないんで、引き続きこれは要チェックしましょう。で最後がブレイブルーパスでナイターじゃねえや、夕方ですね、17時からということで、ブレイブルーパス VS 東京サンゴリアスと。いやサンゴリアスごっついっすけど、ただブレイブルーパス本当にいいんで、で入れ替え戦向けて、これでブレイブルーパスがサンゴリアスに勝つとかなりもう大手かなっていう感じがするんで、そういう意味でも皆様要チェックしましょうということです。三上選手久しぶりですね。やっぱりこういう試合戻ってくると嬉しいですね。スクラム頼みますっていう感じです。で今中尾選手が絶好調ですよね。で今回スタンドオフということで、インサイドセンターの時も絶好調ですけど、もう今日本代表とかも意識してるんじゃないかなって気がしますが、中尾選手、スタンドオフということでゲームメイキング楽しみにしてます。サングラスのフォワードは誰にしたんだっけ。あそうだ、北出選手だ。ここ数試合にメンバーに選ばれているということで、まあ激戦ですけど復活、アピールしてもらいたいなと思います。ね、せっかく日本代表前回選ばれて、まあ試合は出てないんですけど、北出ドンというのが流行ったりしましたが、北出選手はちょっとここ数試合でアピールしないとまたしばらく試合から遠ざかると思うんで、ぜひアピールしてもらいたいなと思います。ラインアウトのスローが結構うまいで定評があるので、ちょっとラインアウトの皆さんチェックするのも楽しいと思います。バックスは中村亮斗選手がなんかまだ怪我明け本調子じゃないなっていう気がするんで、そこも引き続き、まあ、プレーオフに向けて中村亮斗選手が万全の体制じゃないと優勝はないと思うんで、ちょっとまだ試合感っていうか復帰してまだ中村亮斗選手の爆発が見れてないんで、そろそろね、ブレイブルーパスあたりにちょっとやってくれるんじゃないかなと思って期待したいと思います。以上、5試合5月1日5試合もあるんで、順番とか 見方とかいろいろあると思いますが、まあ、入れ替え戦という観点で言うと、やっぱこのブレイブルーパスサンゴリアス と、スティーラーズ VS イーグルス、この2試合は超重要なんで、この2試合だけでも要チェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。